ジュピターエンジンブリストルジュピターは、イギリスのブリストル飛行機で開発、製造された、航空機用、単列9シリンダー空冷製型エンジン。もともと第一次世界大戦末期に設計された、ものだが、度重なる改修と、性能向上により極めて完成されたエンジンとなった。そのため1920から1930年頃の、 航空機に幅広く搭載され、いくつもの国でライセンス生産された。量産されたのが軍需の少ない戦艦機であったにもかかわらず、シリーズの総生産数は数千機にも上る。ジュピターは第一次世界大戦中にコスモスエンジニアリングのロイ・フェデン・ギッシにより設計された。戦後の軍縮の煽りを受けて軍用機用エンジンを 開発していたコスモスは1920年に経営破綻したが、同社は空軍省の勧めもあって、ジュピターに興味を示していたブリストルに最終的に買収されることとなった。ジュピターシリーズは1918年から1930年まで生産が続けられ、幾度もの回収を経て、当時の航空機業界で最も信頼を集めるエンジンになった。 ジュピターの設計はおよそ標準的であったものの、1シリンダーあたり4つのバルブを備えていることが、当時の他のエンジンには見られない特徴だった。もともとエンジンのシリンダーは、スチール鋼材から機械加工により成形していたが、シリンダー材質や冷却フィンを原因とした、慢性的な冷却不足に悩まされ、さらにそれによって排気バルブの損耗率が異常に高かった。 そこでブリストルは、王立航空機構省での研究に基づいて、鉄製のシリンダーライナーをアルミニウム合金で5つ積んで、冷却フィンを成形したシリンダーと、同じくアルミニウム合金製のシリンダーヘッドを被せた、タイプのシリンダーユニットを採用して、冷却の改善を図った。アルミニウム合金は、スチール鋼材に比べて、熱伝導率が高く、新しい冷却フィンは、 従来より放熱に有利な形状に成形されたため、エンジンの冷却不足はこの新しいシリンダー構造により解決されることとなった。1925年、ロイ・フェデン・ギッシュは、ジュピターの代替となる新しいエンジンの開発をスタートした。エンジン回転数を上げるために、ストロークはより短くし、下級機を標準装備とした新エンジンは1927年に、 マーキュリーとして完成した。また、マーキュリー開発の際に培われた技術は、ジュピターにフィードバックされ、そちらはペガサスとして発展した。ただし、両エンジンが完成した後も数年間は、ジュピターにとって変わることはなかった。ジュピターは、ハンドレページ社の HP42 ハンニバル旅客機に搭載されたことでよく知られている。ジュピターは、民間での使用が多く、 軍用機での採用数はそれほど多くはなかったものの、ブルドッグ戦闘機などいくつかの機種に搭載された。またジュピターは14カ国でライセンス生産され、エンジン開発の後進国では国産エンジンの原型とされることもあった。日本では1924年に中島飛行機でライセンスが取得され、コトブキエンジンとそれに続く中島製エンジンの礎となった。 また旧ソ連では、派生型が M22 として、数千機生産され、著名なポリカルポフ I-16 にも搭載された。ありがとうございます。